皆さんこんにちはレック公認会計士課の中島ですよろしくお願いいたします8月23日日曜日本日ですね担当式試験3ヶ月延期の担当式試験となりました本当にコロナ感染症の影響によってですねこういった急な日程の変更で 非常に大変な試験だったかと思います。ここに至るまで勉強も間延びしてしまったりとかいろいろあったかと思いますけども本当に試験お疲れ様でした各地で暑かったり急に豪雨があったりと大変な日だったかと思いますけども今日はねこの最後の公表ですね全体の公表を聞いていただいて。 今後どうするかの材料にしていただければと思いますはい。それでは早速行きたいと思いますはい。企業法のボーダーです森村先生の動画の方もぜひ確認していただきたいんですけどもざっと確認していきます、えー、正当可能性なんですけどもはいこんな感じですね正当可能性が高、えー、のものですねと、えー、って きて欲しいこの10問中やはり10問は正解してほしいということで、えー、1問5点ですから50点正当可能性中、えー、中難易度のものこの7問ございましたこのうち4問から5問取ってきてほしいので、えー、20点から25点そして正当可能性低非常に難しい問題は3問ございました。 これは一問も取れなくて良いので、えー、企業法のボーダーは、えー、70から75点となります。はい。えー、次管理会計論ですね。管理会計論のボーダーなんですけどもこうなってます、えー。正答可能性なんですが高、えー、が、えー、42点分あったのでこのうちの80%の正答率でいいと。 えー、二宮先生おっしゃったので33.6点、えー、中が46点、まあ、このうち、えー、50%の、えー、正答率でいいので23点と、えー、正答可能性「低ですね難しい問題12点分ありましたが、えー、このうちの2割でいいので、えー、2.4点ということで、えー、管理会論のボーダーは59点となっております。 監査論のボーダーダです、はい、えー、正当可能性こうなんですけども11問ありました、えー、このうちなんとか全て、えー、取ってきていただきたいということで、えー、55点正当可能性中は6問ございましたこのうち半分でいいので、えー、15点とで、えー、正当可能性低難しい問題が3問ありましたのでここはえー 一問も正解しなくて OK ということで監査論のボーダーは70点となっておりますはい今、えー、収録中なんですけども財務会計論のボーダーですが112点から120点と、はい、吉田先生が出しておりますなので全体のボーダーなんですが、はい、6 2二点 2点から64点、あ、すみません、62.2から64.8パーセントとなっております。まあそこまで大きく難しかったり、えー、優しかったりということはなかった試験だと思います。 はい、ざっと,、えー、とボーダー見ていったと思うんですけども、えー、今後のですね、えーまあ、皆さんのこの試験が担当式試験が終わってからの、えー、弊社のレックのですね、イベントの方をちょっとですね、ご紹介させていただいて、えー、今後ですね論文に向けての対策の是非、えー、ともあの糧にしていただければと思います。はい。 これ私の、えー、とスマートフォンなんですけども、はいえー、とレック公認会計士で検索していただいてここをタップしていただくとですね、はい、このページに行くので回答速報を見ていただいてそこに回答速報があるんですけれども最初に、えー、講座のご案内がございます。 ここに講座がたくさん載ってるんですけども、えー、もし今回の試験ですね残念だった場合の講座であったりとか次の論文の講座であったりとか載っています、えー、弊社のですね講座なんですけども2020年12月向けという講座がこの中にはあると思うんですけども12月向けってあるんですけども。 あ皆さんご存知の通りですね今年の12月の担当式試験は、えー、中止になったので、えー、これらのですね20年12月向けというものは、えー、全てここに書いてある通りですね、えー、と21年5月来年の5月の担当式試験に ちゃんと対応できるようにですね、口、えー、座が作られてますんで、で、ね、20年12月と書かれているものは、えー、5月でも全然通用するものだと思っていただいていいです。まあ具体的にはこの20年12月向けのコースパックをお申し込みされている方はですね。 21年の5月のですね、当連ト申しが、えー、無料でお申し込みすることができる。あと、改正講座とかも、えー、歩行会としてつくというサービスを実施しております。当連ト申しが倍になりますので、えー、ぜひですね、えー、ご検討の方お願いします。はい。で、イベントの方ですね、ここタップしていただくと、はい、イベントの方を実施しております。あと、電話で えー、あと対面でですねあの受講相談とかもやってますんでここから入れるんですがまずこの小学生試験ですねはい最大で80%の割引になる小学生試験ですが、はい、8月30日来週の日曜日に実施されます是非ご検討の方よろしくお願いしますでその後に同じ日なんですけどもその後に、えー、分析会 今回の試験の分析会を実施しますはい、分析会は、えー、18時半から実施ですね生は渋谷駅前本校そして同時中継校はここに書かれてある通りですあと YouTube で当日ライブ配信も行いますので えーまあ、小学生試験参加される方は、えー、ご来校いただきたいんですけども、えー、ちょっとご来校いただけないという方ですね、えー、この YouTube ライブ配信の方をですねここをタップしていただければ、えー、見れますんでレジュメとかもこちらにアップされますんで、えー、どうしても来れないという方はこちらの方で来ていただければと思います。はい、あと担当の重要論点洗い出しですこちらは9月日日土曜日 17時から実施です水道場所本校で実施になります同時中継校はこうですねはいまあ直近はこういったイベント実施しておりますはい、えー、この後ですね担当式試験のまあ結果を が来月6月にあるんですけどもそこで論文に行けるかどうかが発覚するんですが、えー、もうこの段階でですねボーダー付近またはボーダー以上の点数を取っている方は、えー、論文式試験の方ですねぜひ対策の方を進めてください、えー、弊社の方ですと圧縮論文コースというものをご用意させていただいております2020年5月担当合格コース春生の方は5万円で 圧縮論文合格コースの方がお申し込みできますので是非、えー、そちらの方のですね、えー、お申し込みの方を是非ご検討いただければと思いますもちろん、えー、学習する科目は担当科目にはなかった <laughs> この3ヶ月の間ですね実施していただきたいのはまず租税法と経営学を優先して勉強していただくと、はい、やはり <laughs> 合格した時にですね、えー、租税と経営 合格発表までに1か月間で勉強しているかどうかで、えー、3か月後の論文の合格の可能性が大きく左右されると思いますのでぜひ皆さんですね合格ボーダー付近ボーダーまたは以上の方ですねこの方々は、えー、論文の租税法と経営学学習の方をスタートするようにしてくださいあのボーダーですね先ほどお伝えしたボーダーよりも全然5点ぐらいマイナス されているという方もですね、えー、まあ基本は論文もやはり学習した方がいいとは思うんですけどもやはりあの担当の方をも確実にしたいという方もいらっしゃると思いますんで、えー、そういう場合はですねあの論文の科目でもまあ財務とえ管理 ここら辺のですね、えー、いわゆる理論論点であったりとかあと論述論点とかをまあ見ながらやはりととと経営かかも、えー、手を出していくっていいくうのが一番かなと思います。今回の資金が担当式試験がダメだった場合ですね残念な結果だった場合来年の5月が担当式試験になりますので基本はですね、えー、次の。 論文式試験の学習を合格発表までは一応やってあげた方がいいかなと思います。あのダメだった場合を想定してもですね、えー、次の担当式試験はすぐに来るわけではなくて12月に来るわけではなくて来年の5月に来るわけですからなので、えー、皆さんぜひですね今回の試験、えー、手応えを問わずですね論文の方の学習租税法と計画の学習を えー、されることをお勧めいたします。はい。えー、本日はですね、えー、大変も暑い中しかも試験が延期というですね、いろいろあのー、イレギュラーなことがたくさん起こったかとは思いますけども、えー、試験の方ですねお疲れ様でした。まずは本日はゆっくりお休みいただいて、で、えー、またですね、公認会計士試験の、うん、学習の方を。 また再開していただければと思います本日はどうもお疲れ様でしたご静聴ありがとうございます